はい、こんばんは、島津です。本日はですね、こちら、なんて読むのか、 Getting over it with Bennett Fardy かなというゲームをやっていきたいと思います。こちらどういうゲームかというとですね、釜に入ったなんていうの、壺の釜に入ったおっさんがハンマーを使って登山をするといったね、ぶっ飛んだゲームになっております。で、はい、今回、見てわかる通り日本語も対応しているのでちょっと買ってみました。結構ね、物珍しい感じだったんで、内容的にね。じゃあ遊んでいきます。お、落ちた。ほら、釜があって、ほら出てきたおっさんがこういったゲームで、このハンマーを使ってこんな感じ、これで登山をしていくといったねゲームになってるんですけど、基本キーボードは使わないですね。キーボードは使うのはエスケープぐらいかな。マウス感度やら音楽ボリューム上げた方がいいかな、こんぐらいだけですね。めっちゃ綺麗だね。物理演算かながしっかりしてるみたいで、昔やっていたミスタープレジデントよりかは優しいのではないかと思います。いやーすごいねこれ。どうだっけ、どうやんだっけ。おお、はいはい、結構難しいのよ。こっで飛べるのね水釜に入ってる。釜だったっけ、釜で合ってんだっけこれ。水ガメか。ちょっと後で修正加えておきます。これどうやっていけばいいのかな。はっはっ、おお。で、あ、そう、なるほどね、なるほどね。やっぱ、人間の方が重いから。There's no feeling more intense than starting over. やり直しほど厳しいものはない。Before it was due, as I have. Or if you left your wallet at home.And you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino, and then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding, and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much.Feel free to go away and come back. I'll be here. だからね、この開発者曰く、そう、やり直しって辛いよねっていう、そういった苦痛をね、みんなに与えるためにこれを開発したって確か Steam のところで言ってた気がする。そうだから、プレジデントもほんと辛かったよね。だからやり直しは辛いっていうこの苦痛をね、皆さんにプレイしてもらいたいためにこのゲームを開発したらしい。本当にいや難しいもん実際。ちょっと待って、うるっ、ほっぽ、あれほどじゃないけどね、プレジデントほどじゃないけど、クオリティも高いし。なるほど、このダメだな、この木を越えないといけないみたいだから、ちょっと待って、しっかり考えてやろう。はい、斜めにしてこれで、あーはいはい、ちょっと待って、いくよいくよ、はっはっ、あ、いきやそう、待って、はっ、ちょっと待って、マジでむずいわ、はっ、オッケー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 、きたー。ここだよ、落ち着かないといけないのは。引っ掛けて、待って、あっぶねー。はい、引っ掛けました。これちょっと練習がいるな。よいしょ。おしゃおしゃおしゃ、きたー、キー、
もうこの時点で俺は苦痛だわ。よし来た。まあ、ちょっとね、操作に癖がありますがな。あ、はいはい。はぁ、いや、面白いよ。おいしょおいしょおいしょおーっあー、ちょっと感度変えようかな。感度がやばいか。ごめん、わざとじゃないからね。これ1時間ぐらいかかるかもな。よいしょ来た。おお、いいんじゃねえか。引っかかった。これを上に上げて、上に上げて、落ち着け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 。感動の問題だこれは。ここだな、ここだな。せーの、おいしょ。ゆっくり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 。違う、そっちじゃない。せーの、ほっ、うん、よいしょ、来た。ここなんだよ、難所は。一回、いや、戻した。あー、引っかかった。よしよしよし、オッケーオッケー。一回、いや、これちょっと感度変えた方がいいな、本当に。あだあだあだ、こうだよ、こう。あー、すいません。お、危ない。登れ。お、来た、うん。これね、なんていうのかな、垂直に下ろせないね、ハンマーを。絶対ね、この主人公をね、避けて、どっちかにずれる感じなんで、ほらほら、引っかかるのよ。そのまま垂直に下ろせないから、ちょっと考えて、ハンマーを下ろして、踏んないといけない。おお、来た来た来た。痛いです。あー、ダメだ。感度も変えた方がいいな、これ。ほらほら、こっちに前に出しちゃうと、ほら、突き落としちゃうから、気をつけよう。ここで登って、で、マウスこんな感じにして、こうだね。ハング、ハング、ハング、これめっちゃ、ちょっと待って、迷うな、迷うな。いや、違う、こうだ。おお、えんじゃないの今の。え、よかったよ、えんじゃなかった。いけるいける、頑張れ頑張れ。おーし、来たー。落ち着け落ち着け落ち着け、落ちる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 。考えろ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 。この窮地をどう乗り切るか考えろ。ゆっくりそっと、そう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 、そっと添えるようにって、上に。オッケー。あ、ちなみにね、お値段ね、880円ぐらいです。なんで、まあ、気になった人はね、買ってみるのもありかもしれない。本当に、ミスタープレジデントほどの鬼畜差はないんで。やってて面白いね。しっかり物理演算がし、計算されるから。ミスタープレジデント、あれ、物理演算も減ったくれもなかったよね。今、どんだけまあ、どう改善されてるか知らないけど、アップデートも入ったからね。あれから。ちょっと待って。よしよし。オッケーオッケー。突き出したとこ、ここで引っ掛ける。引っ掛ける。引っかかんねえじゃねえか。あぶねえ。おお、来たー。あ、よしよしよし。ずれ落ちるところを半まで止めたね。やった。これね、どっちかっていうと、ハンマーの裏側の尖った方がね、引っかかりやすいね。ピッケルの役目を果たすから。よいしょ。Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry. I'll save your progress, always. お、自動でセーブしてくれるみたい。OK。ここが第一。難所だったみたいですね。そう。開発者さん、噛んじゃった。開発者さん、私はあなたで付き合います。かなりクオリティの高いゲームですね。はい、ということでね、第1弾はここまでとしておきましょう。ご視聴ね、ありがとうございました。
なんだっけ、タイトル忘れちゃった英語だから、まあ、ちょっとなんか略称つけますよ次回から。まあね、この続きもやっていくんで、よかったら見てやってください。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録していただけると、今みたいなテンションでね、楽しくゲーム実況ができるので、よければお願いします。それでは島津でした。失礼させていただきます。バイ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